毎度秋吉です。暑いっす、相変わらず。暑い時はそば、これ何回も言ってますね。まあね、もう関係なくね、秋吉もそばが好きじゃないですか。あとラーメン、そば食べたい、ラーメン食べたい。最近ね、ラーメンは冷やし、冷たいラーメンにハマってんすよ。まあね、やっぱ暑い日の昼は冷たいそばが冷たいラーメン食べたくなる。今日はね、そばにしようかな、ラーメンにしようかなってね、どっちも食べたいって時はこちらのお店です。ドーン、麺どころ蔵屋さん。はい、麺どころ蔵屋さん、今日は来てみました。こちらにそばラーメンというメニューがあるということで、今日は食べに来てみました。そばとラーメン合体、かけそばなの、どうなの、行ってみたいと思いますよ。じゃあ行きますよ、レッツゴー。今日はですね、茨城県は古河市まで来てそばラーメンなるものを食べてみたいと思います。そばラーメンってご存知ですか？皆さん、あの水戸黄門様が日本で最初に食べた古河名物なんだとか。はい、メニューです。そば、うどんだけでなくラーメンもしっかりあるんですね。天ぷらの盛り合わせからもつ煮につまみチャーシュー、はいはい、お酒までバッチリ提供しているお店なんですね。もちろんオーダーしたのはこちらのそばラーメン。めっちゃ気になる。蔵屋さんちはこのように材料に徹底的なこだわりを持っているようです。そば、うどんだけでなくおつゆにまでこだわりが。書いてある通り、これなら小さなお子様まで安心して食べられますね。じゃじゃーん、いきなりびっくりした。はい、こちらがそばラーメンです。見た目は至ってシンプル。一見かけそばのように見えますけど、上には大きめなチャーシューが2枚とメンマ、ラーメンの具材ですね。あー、ほんとだほんとだ、こう見るとラーメンの麺がそばなのかなって見えてくる。まあとやかく言ってないで食べてみましょう、そばラーメン。はいはい、まずはおそばからいただいてみたいと思います。熱そうだからね、しっかりフーフーして。そばは短めのそばでちょい太めですね。どれどれ、うん、食感はかけそばのそばって感じで、熱いスープのおかげでねっとりしている感じですね。うん、あー、でもこりゃスープはラーメンのスープだわ、完全に。うんうん、ラーメンのスープだね、ザ醤油ラーメンって感じ。そして大判のチャーシューです。どれどれ、あー、こりゃうまい、肉肉しい感じでしっかり味が染みてるチャーシューっすね。蔵屋さんちのそばラーメン初体験でしたが、こりゃ癖になるうまさですわ。はい、ということで初めて初体験してみました、そばラーメン。そばは日本そばですよ、もうまんま、結構粗挽きで、やっぱね、熱いスープに入ってるからそばのねっとり感増してて、でもそばの風味半端ない。本当にそば、日本そば美味しい。でね、スープ、オープニングでね、かけそばなんじゃないのぐらいのこと言っちゃいましたけど、全然違いました。本当にラーメンのスープっすね。出汁が効いてる感じで、ラーメンのスープに日本そばが入ってる感じでしたね。なんか初めて食べたなって感じの食感でしたし、味わいも本当初めてでした。めちゃくちゃ美味しかったです。あとね、チャーシュー、肉肉しい感じで美味しかったっす。そばラーメンいいっすね。はい、ここは茨城県古河市、麺どころ蔵屋さん。はい、皆さんもぜひ一度、そば好き、ラーメン好きの方はいいとこ取りのフュージョンしたそばラーメン食べに来てみてください。まだまだ暑いね、9月入ったっつうのに、いつまで暑いのこれって感じです。今週もザ・カズエチーム TV ご視聴ありがとうございました。来週も見てね。秋吉、夏バテ気をつけて、今でも生活してるよ。 Thank you。今後も僕の周りの楽しい人や楽しいことを紹介していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらのおすすめ動画もぜひ。